見てください、この明るさ。こちらはハロゲンの純正交換用の HID 屋の LED バルブになります。今日はこちらの商品が非常におすすめできますので、特にこういった、まあ、これうちの車なんですけれども、ハロゲンのライトの車って未だに多いと思います。で、ハロゲンからディスチャージに変えるとすごく手間がかかるしコストもかかるんですけれども、こちらの LED、 もうこれハロゲン、これディスチャージ以上に明るい LED のヘッドライトになってるんですけれど、これは無加工でもうそのままポン付けができて、なおかつデュアルビーム搭載のバルブになります。こちらを今日ちょっとご紹介しようと思います。で、冒頭でご紹介した通りで、こちら今このライトのユニットから取り外して今発光させている状態なんですけれども、非常に明るい、もう明るすぎてもう目がくらむぐらい明るいんですけれども、このバルブの特徴、一度この電気を少し切ってしまおうかなと思うんですけれども、はい、今このような形で今電気を切ったんですが、これすべてのこのボディがメッキになってるんですけども、実は熱引き性が非常に高い銅を使ってます。なので、かつここ見ていただくと、これ何かと言いますとヒートシンクっていうことになってて、ここ薄肉になってて、で、これがファンなんですが、こうファンを回して、この薄肉のところ、この薄肉のこの銅のリブの部分、一つ一つがリブなわけなんですけれど、表面積を増やして、冷えやすいようにすることによって、この LED のバルブ、この LED のこのチップ自体が割れます。安いヘッドライトバルブとか LED バルブですと。熱にすごく弱いんですけれども、これはもう熱対策をすでにこのユニットで行っているということもありますので、ちゃんと熱マネージメントもしっかりと考えた上で設計されているので、高寿命ということになります。で、ハロゲンはフィラメントが切れちゃうと使えなくなるんですけど、LED は割れちゃうっていうのがとにかくあります。熱によって割れてしまうと。で、割れたらやっぱり使えなくなっちゃうと。で、ハロゲンに比べると寿命は長いんだけども、割れちゃうとすぐダメになっちゃうっていう問題があったんですが、これはそれを改善してくれていて、なおかつ非常に明るいヘッドライト。で、なおかつ冒頭で申し上げた通りで、デュアルビームということで、ロービーム、ハイビーム、両方使えるものになっている。エッジオン規格のバルブになっています。これ取り付け結構簡単です。で、フィットの場合とかですと、ちょうどこれが、ここにちょうどソケットを差し込むんですけれど、ちょうど今、ここにはまっていたところ、これになるんですけど、これをまず、つけます。で、これつけるの難しいかと思われる価値なんですけど、この位置にしておいて、でちょうどこう外から見るとちょうどこのバルブの座面の位置っていうのが分かるんですけど、まあ、これ回しても回転しないところでつけてあげて、あとはこの留め具で留めるだけと、まあ、言うだけで OK です。で、この状態で今度はこの純正でもついてた防水キャップで、向きがあってこの矢印がある部分が上になりますので、これをはめます。で、向きはこっちが前側になるんで、この向きで止めます。で、ちょうどこの矢印が
ここあるんですけど、ちょうどこの部分になるようにはめていきます。で、あとはめちゃえば、この HID屋のこのバルブがあります。で、これ、コードある方が下向きになりますんで、まあこれ横に LED のチップありますけども、これが横に向くような形で、こういった形ではめていきます。で、差し込むときも、こちら見ていただければわかると思うんですけど、まあ、こういった感じで、奥まではめ込んでいけば、OK と。まあ、いいことになります。で、あとは、こちら、純正のバルブでも使っていた、この3ピンのカプラーを差し込むだけということで、あとはこちらのバラストがあるんですけれども、まあ、これ自体は、まあ、どこか貼り付けるか、もしくは付属でタイラップがありますので、まあ、それでどこかでこう止めてしまうと、まあ、いうことをするだけで、まあ、OK と、まあ、いうことで、まあ、こういったところにこう固定して止めて使えば、まあ、あとは使えるということになります。で、この状態でもう一回発光してみたいと思います。はい。で、今これちょうど発光させたところなんですけれども、まあ、こう見ていただくと、もう昼間でもしっかりと発光しているのがよくわかるかと思います。実際にこの LED バルブをハロゲンと、まあ、夜走行した動画がありますので、まあ、そちらを見ていただければと思います。夜間の走行比較をしてきたんですけれども、左が HDI屋の LED のヘッドライトをつけた状態、右が純正のハロゲンランプをつけた状態で走行をしてきています。HID 屋の LED バルブの特筆すべきところが、デュアルビーム搭載というところになります。今、前方に車がいないので、ハイビームで照射しているんですけれども、路面を照射しながら、前方の先まで照射することができるので、夜間走行時、全く不安のないドライブを約束してくれるということが特筆すべきポイントになっています。一方で、純正ハロゲンの場合、ハイビームで照射をしてしまうと、路面が暗くなってしまうという短所があります。また、前に車がいますけれども、ロービームの状態であっても、前方の車を照射してくれて、なおかつ路面もしっかりと明るい状態を維持して走行することができるので、こういった薄暗いところで走行するという領域においても、非常に安心してドライブができるというのが、HID 屋の LED バルブの大きな特徴になっています。次に、狭い民家の中での走行比較になります。もう一つ、HID 屋の LED バルブの特徴として、光の明るさがあります。光が前方先まで行き届いていて、なおかつ照射範囲が広くなっているということがあります。かつ、今、純正ハロゲンハイビームにしましたけれども、ハイビームと比較をしても、HID 屋のロービームの方が全然明るいというぐらい明るさが違うということをお分かりいただけるのではないかなと思います。で最後に照射範囲の比較ということなんですけれども、左が HID 屋で右がハロゲンなんですが、もう完全に路面の照射範囲というのが、まあ、広くなっているというのもこう見てお分かりいただけるのではないかなと思います。まあ、暗いところ、特に路面、何が落ちているかわからないので、まあ、そういった時に安心できるかと思います。また前に家があるんですが、前方の家もしっかりと LED のヘッドライトであると見えるかと思います。で、なおかつ、家の前にブロック塀があるんですが、もう全面に照射しているというのもしっかりと見てお分かりいただけるんではないかなと思います。はい、最後にデュアルビームによる照射ということなんですけれども、今ちょうどロービームで、今デュアルビームしたんですが、その状態ですと、
ローとハイと両方一緒に照射されるようになります。これによって夜間であっても路面なおかつ前方まで広範囲で照射してくれるので安心したドライブを提供してくれるというのが今回ご紹介した HID やの LED のデュアルバルブになります。今回こちらの HDI やの LED のヘッドライト、詳細は概要欄に貼っておりますのでぜひご覧いただけますと幸いです。チャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますのでぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。